こんにちは、日向陽一です。それでは今日もデボーションをシェアということで、ヘブル人への手紙8章を読んでいきたいと思います。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖女で仕えておられます。大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。律法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからです。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営しようとしたときに蜜月を受けた通りのものです。神はよく注意して、山であなたに示された方通りにすべてのものを作らなければならないと言われました。しかし今この大祭司はより優れた契約の仲介者であるだけに、その分はるかに優れた報酬を得ておられます。その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものです。7章のところまでの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられる、つまりイエス様という大祭司がおられるということですね。でイエス様は、地上の祭司が仕えているようなモーセの律法、その契約に仕えているのではなくて、6節にあるようにより優れた契約の仲介者で、はるかに優れた奉仕を得ておられます。その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものですということで、ここでも、旧約聖書の契約もしくは約束と、この新約聖書イエス・キリストにおいて与えられた契約、約束の、違いというものを、明確に、示しているわけです。そしてさらに続けます。7節から13節まで。もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は、私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。神は新しい契約と呼ぶことで、初めの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。ということで、モーセの律法とは別の契約、新しい契約ということが、明確にここではっきりと示されているわけです。この旧約聖書の引用は、基本的にですね、この8節からのところはエレミア書の31章の31から34、もしくはエレミア書31章の33、34と、そのエレミア書の箇所から、31章のところからの
まあ、引用ということになるわけです。ですので、まあ、バビロン捕囚の時ですね、に与えられたバビロン捕囚の時に与えられた、まあ、メシアの予言というふうに理解することができるわけです。で、モーセの律法の時は主を知れ主を知れとお互いに言わないといけなかったんですけれど、新しい契約、つまりイエス・キリストによる救いによる新しい契約、イスラエルは、もう教えることはないというんですよね。で、小さいものから大きいものまで彼らが皆私を知るようになるからだというふうにあります。つまり新しい契約はイエス・キリストを信じた者たちだけが入ることが許される契約というふうに理解することができるわけです。私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記すとあります。これは聖霊によって私たちに刻みつけられる、まあ、キリストの、まあ、聖化というか、キリストのものとされた、まあ救いの印というふうに理解することができます。ですので新しい契約は福音、イエス・キリストを信じる信仰による救い、恵みによる福音というふうに理解することができます。ですから私たちはこうしないといけないという、古い律法ではなくて、ただキリストによって救われている、神に愛されているという福音が与えられている、それを信じる者には誰にでも与えられる、まあ、契約、その信じる者は必ず救ってくださるという契約に入れられているということを覚えさせられます。ですので、まあ、古いもの、より優れた、はるかに優れた、より優れたと6節に3回繰り返して語られていますけれど、まあ、最高の福音というふうに、まあ、最高の契約というふうに言える、ただ神の愛と憐れみによる契約に私たちが入れられているということを、教えられます。それでは一言お祈りします。天のお父様、大祭司イエス様、私たちの身代わりになり、私たちが受けるべきだった罰をすべてその身に負い、私たちに罪の許しと清めを与えてくださるあなたのその働きを覚えてありがとうございます。私の心にあなたの思いを、私の思いの中に、私の心にあなたの律法を与えてくださる、その聖霊なる神様の豊かな働きと憐れみを覚えてありがとうございます。どうか私たちが聖霊に満たされて喜んで歩むことができるように、自分の罪深さに、打ちひしがれてしまうのではなく、そんな罪深いものをも愛してくださるあなたの憐れみに希望を見出すことができるように助けていてください。この時を感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。